プレミアか。スタートを切りました。14頭まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは12番サニールーチェスがやっぱり行った。その後ろ一番後ろに7番ホイヤーベルヌであります。一頭ものすごい逃げを見せましたサニールーチェス。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。デストラクション直線の伸び足はどうか。3番手にシナマイドリーム内から懸命にポッキータイム先頭サニールーチェス。サニールーチェスが大きくリード。エバーグレーズが2番手勝ちのカフェオレも懸命に追う先頭サニールーチェス。サニールーチェスが大きくリード勝ちのカフェオレ。そしてその後ろからホイヤーメルグ。ホイヤーメルグ先頭だ。青い帽子エクセレントミニョ。ホイヤーメルグ先頭1着ホイヤーメルグ2着は勝ちのカフェオレ3着エクセレントミニョ。1着7番2着9番3着5番以上のように確定しました。